戦火の勇気は、1996年に制作、公開されたアメリカ映画。出演は、デンゼル・ワシントン、メグライアン、ルー・ダイアモンド・フィリップス、マット・デーモンなど。湾岸戦争中の砂漠の嵐作戦の最中、戦車部隊隊長のナサニエル・サーリング・中ュは、クエート領内で敵の戦車と誤認して部下であり、親友のボイヤー隊員の戦車に向かって、射撃命令を下し、 同志討ちを犯してしまった。湾岸戦争終結後、軍は秘密裏にバスラでの遊軍の放射事件の調査を進めているのがわかり、サーリング中佐は不安な思いで委員会の調査結果を待った。そして、サーリング中佐はペンタゴンに戻り、軍のセレモニーや名誉勲章などを扱う部署での事務職を命じられるが、 食材の機会も与えられないままその仕事をするのは、サーリング中佐にとって、苦痛以外の何者でもなく、以前にも増して、アルコールに溺れるようになっていた。サーリング中佐の上司であり心の師でもある、ハーシュバーグ将軍は事件を軽視し深刻に捉えるなと、言い,い、これからも支援すると約束した。だが、ワシントンポスト紙の記者とニーガートナーは何かを嗅ぎつけ、 サーリング中佐に取材構成をかけてきた。名誉勲章などを扱う部署で勤務するサーリング中佐に命じられた次の仕事は、史上初の女性名誉勲章受賞者になるかもしれないカレン・ウォールデン大員の調査だった。彼女は医療ヘリに乗り勇敢に戦って負傷兵を救助した軍人として候補に上がっているのだ。史上初の女性名誉勲章受賞者ということで軍に、とって、 最良の宣伝材料になると考えていたペンタゴンは彼女に授与することに大乗り気だったが調査を始めてすぐにサーリング中佐は不可解な点に気づかざるを得なかった。まず、ウォールデン単位が救助に向かった補給部隊の菓子官兵たちの証言。ウォールデン単位のヘリは予備の燃料ポットを投下してイラク軍の戦車を爆破した後、 機関銃で撃たれ岩場の向こうに墜落したと証言した。翌朝別のウォールデン隊員の上司が指揮を取る輸送ヘリと攻撃ヘリが到着した時、岩場の向こうでウォールデン隊員の部隊は小銃の M16 を敵部隊に向けて撃っていたと証言した。だが、その後、ウォールデン隊員の部隊で生き残った歌手官兵たちに M16 について質問すると弾はなくなっていた。 誰も撃っていないと証言がまちまちだった。さらに、生き残った部下4人のうち2人は、ウォールデン隊員は勇敢だったと証言したのだが、1人は全身をガンに、犯され意識が朦朧とし、証言を取れる状態ではなかった。一方、除隊後は、プロボクサーを死亡する、モンフリーズ軍曹は、ウォールデン隊員は常に臆病だったと証言した。 ガートナー記者のしつこい取材構成を交わし、調査を進めるサーリング中佐に、軍上総部からの圧力がかけられ、そして唯一ウォールデン隊員を、臆病者だったと証言した、モンフリーズ軍曹までもが、サーリングの目の前で自ら、命を絶ってしまった。残る有力な証言者は、ウォールデン隊員と同じ衛生兵のイラリオだけだったが、彼もまた所属部隊から無断で離れ、そして憲兵は、 彼のロッカーから少量のヘロインを発見し、軍隊に戻らないまま彼は、不名誉除隊処分にされており、行方不明であった。ホテルの部屋で、イラリオの証言を録音したテープを聞いていた、サーリングは証言の中で、イラリオの両親が所有している別荘の湖は、美しい、と話していることに気がつき、1か8かのかけで、そこに行くと、湖の傍らで一人とたずむイラリオを見つけた。 自分がヘロイン仕様の容疑で不名誉状態にされ、そしてかつての仲間だったモンフリーズも死んだことをサーリング中佐から聞かされたイラリオは、ついに重い口を開き、ウォールデン単位の死の真相について語り始めた。作中における湾岸戦争のイラクのシーンは戦闘シーンも含め、テキサス州エルパソ郊外のインディアンクリフスランチで撮影された。 ロケ地には撮影後も撮影に使用されたヘリコプターや車両が残され観光地となっていた。撮影に使用されたセンチュリオン戦車改造のレプリカ車両入りのイシューレーク軍ラッセルのラッセル軍事、博物館の保管車両本作はその内容上、アメリカ軍の積極的な協力が得られず、戦車をはじめとする軍の装備はほぼすべて民間の大道具会社や、 個人のコレクターからの借用である。そのため、交渉的には、何があるシーンであるが実際に画面に登場しているのは別の機種である、等がいくつか散見される。冒頭をはじめとして作中に繰り返し登場する M1 戦車は、オーストラリア陸軍から退役して民間に放出されたセンチュリオン戦車を改造して複数台が製作された。また、ヘリコプター以外の航空機は、 コンピューターグラフィックスによるモデリングを合成したものである。複数の登場人物の視点から同一の事件の真相に迫る手法に羅生門からの影響が伺える。ありがとうございます。